え、足が引っかかってる。あ、いっぱい人が集まってるね。人、ここのこと、広場って。ほら、キャンドルがあるよ。キャンドルに照らされて。ちょっとだけしゃがめるかな、空。ちょっとだけしゃがめるかな。ごめんごめん。受けてね、空。
ということですが、キャンドル、つまりろうそくの歴史は古く、古代エジプトで紀元前1550年頃に使われていたという記録もあるそうです。へー。祭りや祈りの場面で使われるだけではなく、人の心を癒す効果も高まっています。今夜灯されているのは皆さんの手作りキャンドル、それぞれの願いが込められているのでしょうか。そういえば先ほど何人か聞いたんですが、本日お誕生日の方がいらっしゃるという聞いております。ディズニー映画のアラジンよりアホーフィンファン、どうぞ。まだ今そんなの入ってない。